戦いくぜ。おう、チェンジソードセット、レッツゴーオン。重厚キングオージャーということで、そう、これ昆虫戦隊の大先輩として、うん、これいつかこれ甲斐拓也来るんじゃねえのみたいな、いやいやいや、甲斐拓也としてじゃなくて内緒内緒この前新しく出たやつね。そうですよね、こっちが劇中で使ってたやつね。うおー、そうそうなの。というわけで、はい、重厚講座を、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ちょっと一回本物見せてもいいですか。ちょっといきますよ。はい、お願いします。みんな行くぞ。ちなみに僕たちはヒーローショーとかあったんですよ。うんうん、ヒーローショーとかってありましたか。あ、そう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 、あのね、 BYT 終わった後に後楽園がスカイシアター、そう、あ、スカイシアター野劇、野劇、そう、あ、当時はまだスカイシアターじゃないない、そうそうそう、あれはメインはオーレンジャー、はい、で B ファイターもどうですかって言われて、はい、俺がもうね大学復学をしてて、はい、あんまちょっと行けないって言われて、ああなるほど、そうそう、でごめんなさい、で他の2人も別の仕事がちょっとあってごめんなさい、はいはいはい、で B ファイターからはケイスケが行くの。え、そう、シャドウが。マジっすか。そう、あ、シャドウとして行くんですね。そう、そこはブルーミートしかない。いや、そうそう、それはブルーミートが面白い。面白いですね。そうそう、シャドウがオーレンジャーと戦ったり。シャドウが、でもシャドウかっこよかったよな。え、シャドウめっちゃ人気だったんじゃないですか、シャドウも。いや、すげえと思う。そうですよ、ね、まだあの頃そんなに悪のヒーローみたいな。いや、そう、ね、めちゃだって仮面ライダーって言ったらね、シャドウムーンみたいなとこですもんね。なのかな、最終回のラクビだけ俺行ったの。めっちゃレア。 それはブルービートとして攻めたの。そうそう、タップやって、はい、出て、そう、重厚する。そう、その回だけですか。その回1回だけ、超レアですね。そう、最終の最終だけ。じゃあそれまではブルービートとかはもう変身前はないんだ。ない、そう、レア。うん、そのためだけに作られた台本ってすごいですね。ね、あ、多分そういうの大好きだからね、後楽園の方。すごいですね。うん、だってたった1話のためだけですよ。その1話のためだけに台本を変えるって、これすごい労力ですもんね。だって周りの人たちも全部立ち回り変わってくるし、うん、台本もね、そう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 、変わるから、うん、だからその大輔さんが入るっていうことによって全てが変わりますからね。すごいな。そうそう、やったやった。そう、あとはだからだどうなん、日本ランド、知らないです。日本ランド、ね、そうそう、日本ランド、富士山の方にね、もう今なくなっちゃったと思うけど、はい、そう、あとね、向こうが丘遊園、ああ向こうが丘遊園やったんですか。そう、あれもやった、まあ、あれもなくなっちゃったけどね。向こうが丘遊園ってなくなったんですか。もうないと思う。そうなんですか。うん、そう、この辺2つはやった。これちょっと聞きたいんですけど、 B ファイターやってた時期って、うん、オーレンジャーとドカブリですか。ドカブリ、じゃあライダーの代わりに B ファイターやったんですか。そう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 、じゃあ時間帯的にはオーレンジャーが先でその後 B ファイターだったんですか。いや、まだね、あの頃はオーレンジャーは夕方だったんじゃないかな。はあ、夕方だったんですか。確か、そう、日曜日夕方ですか。あの時代ですよね、確か。知らなかった。そう、B ファイターいつやったんですか。日曜朝8時。めっちゃいい時間じゃないですか。めちゃめちゃいい時間で、仮面ライダーの時間じゃないですか。あ、そうそうそう、ずっとあそこのメタルヒーローは日曜朝8時でやってて。あ、そうなんですか。そう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 。どうなんですか、じゃあそのオーレンのメンバーとかと、それこそシドさんとかも普段古い仲だと思うんですけど、うん、なんか当時のその印象というか。いや、だからね、シドさんはね、なんだろう、なんかすげえ金持ちな匂いがした。そうなんですか。言っていいのかな。そう、なんかね、もう大人だなーって感じ。あ、でもなんか昔の写真とか見ると、うん、かっこいい、なんかダンディーってかっこいいですよね。そう、割とね。そうでね、一回撮影所からね、車に乗っけてもらって帰ったことがあるんだよね。一緒ですか。そう、すげえ、オーレンジャーの主役と B ファイターの主役が。そう、超熱い、これ。そう、撮影所なんかどっかでね、乗っけてもらって、それが会社だったの。そう、で、うわ、すげーみたいな。感動した思い出がある。実際今でも連絡は取ってるんですか。はい、あ、だから金井さんとはね、もう全然ちょくちょく一緒に。そう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 、そうなんだ。そうそうそう、今もう政治家としてね。そう、政治家さんなんですか。今江戸川区議。そう、応援演説とか行ったもんね、最初の時。そう、小岩の駅前で。そう、江戸川区議は
ヒーローが必要なんです皆さんみたいな。マジっすか。やってたんだ。やったやった。どうかこの金井しげるに。まいちゃん何やってんすか今。まいちゃんはどうなんだろうね。専業主婦さんすか。わかんない。もうでも事務所やってますよね絶対。そう、もう全然。そうね。やっぱ今ね、うん、ちょうどやってるヒーロー、うん、戦隊がキングオージャーということで、そう、これ昆虫戦隊の大先輩として、うん、まあ正直最初見た時の感想ってどうだったんですか。いやすごいねっていうか、合成がいや、やばいですよね。合成がっていうか、また世界観がすげえ、なんだこれ映画みたいな、うわーみたいな。いや、すごい。特にね、今裏方もね、やってらっしゃるから、それのね、もう作る側もやってるから、すごい。やっぱ凄さっていうのは俺たちよりも分かってますよね。だってね、いやーすごい、どんだけ合成お金かけてんのよみたいな。でもなんか僕がブルービートもやっぱ拓哉パイセンに聞きたいのは、うん、昆虫戦隊で、うん、要は真ん中がクワガタっていうところに対してどう思ってるのかなっていう、ちょっとさ、そこに対してやっぱり、ね、カブトムシじゃないですか、うん、カブトムシヒーローとしてはやっぱりね、うん、いやでも多分来るでしょ。いやまあそうなんですよね、だって一応その王様、うん、ラクレスはヘラクレスから多分取ってるじゃないですか。なるほどね。でもラクレスが変身するのがオオクワガタ王者っつってシルバーのクワガタ王者なんですよね。だから変な感じしますよねちょっと。おー、そっか、はい、あれそっか、なんか不思議じゃ不思議ですけどね。いつかカブトムシの選手も絶対出てきますよね。いや絶対来るよね、絶対来る、絶対来ますよカブトムシ。そう、今回そのパープル、要はパピオン王者見たんですね、うん、紫の女性の選手いたじゃないですか、はいはいはい、顔ここまでの、はい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 、多分ですけど、うん、あの人は B ファイター以来の紫の女戦士、うん、おおっていうのもちょっとなんかあるのかなっていう、 うだから昆虫つながりで、しかもはい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 、実はキングオージャー界隈、昔からの特撮ヒーローの人たちの中で、これいつかこれ甲斐拓也来るんじゃねえのみたいな、いやいやいや、甲斐拓也としてじゃなくて他の役とかで何か来るんじゃないのっていう人もちょっといるんですよ。いやそうそう、いやだね、ツイッターとかね、そうそうそう、出てほしいみたいな、うん、そう。でもね、クワガタの戦士、あ、じゃあカブトムシの戦士何かいるからね、はい、そう、そう、カブトライジャーとか、はい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 、白川くんとか、はいはいはい、そう、誰に刺さるか、だからなんか分かんないですけれども、割とその界隈の人とかは、うん、いつか土屋さんちょっと出るんじゃないのみたいなのがあるみたいですよ。出たらないんじゃない。でももし来たら、うん、でも 出ますか。いやもちろんもちろんもちろん出ますか。もちろんもちろん、ダイエット始めてるわ。わかんないですけど。何個か前の王様とかはね、わかんないですけれども。ねえ、あ、だからさ、あったよね、なんだっけ、なんかの仮面ライダーで、昔の OB みたいな人がね、バーッと並んだ時あったよね。はい、はいはい、あります。そう。だそういうのでね、過去のカブトムシ戦士をね。あ、カブトムシだけ集めて。そう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 。ねえ。もうこういうなんか、みんなマントみたいなのをかぶって、あれそうですよ ねそうそう、白川くんとかおーみたいなねそうそうそう、で、まあ、今回 ねパピオン王者が多分その、うん、B ファイターカブトの時 の、うん、紫 の、うん、戦士の、はい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 、あの名前なんでしたっけ、テントウじゃない、てあテントか、そう、あれテントウムシ、紫テントウ、うん、テントウムシの人以来だったりとかするから、うん、ちょっとそこも何かあるんじゃないのみたいな、同じ昆虫つながりね、え今のところ話はないです、ないないですオファー待っております。でももし来たらちょっと教えてくださいね、いち早く。いやーい、いち早く。内緒内緒はい、ということでですねまあ今日ね、本当にすみません、長い、めちゃめちゃ長い時間確かにおしゃべりさせていただいて、本当にありがとうございました。はい、ということでですね、まあ今日ゲストで来ていただいたのはですね、甲斐拓也役の土屋大輔さんでした。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと今からですね、拓也パイセンこと土屋大輔さんに変身を、はい、重宝を教えていただきたいと思います、はい、お願いします。はーい、はい、使うのはこれ、はい、まず、はい、
はい、ドンドンドン、これプレミアム版内編の、これ、これいける、はい、ビートコマンダー、はい、でこの前新しく出たやつね。そうですよね。こっちが劇中で使ってたやつね。うおー、そう、そうなの、超似てるけどね、この炭が入れてもらったのを、はいはい、ちゃんとね、復刻版には入ってるわけ、はい、だからこれあれですよね、当時のおもちゃってことですよね、これね。そうそうそう、すごっ。いやでもあんま分かんないですけど、見た目はね。ね、見た目裏だけ分かりますよね、めちゃくちゃね。あと重さね。重さ全然ちょっといいですか、変化して。全然違う。もう全然違う。全然全然違う。そうなのよ。はい、というわけで、はい、重厚講座を、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ってなわけでね、はい、まず持ち方から、持ち方、はい、これね、最初、撮影の初日に、こう持ち方、どう持つっていろんなね、この変身の、はいはい、こうやったりとか。ああ、なるほど。なんかね、いろんな方法やって、行き着いたところが、小指。あ、小指なんすか。小指なんすか。超難しいの。え、結構むずいですね。そう、絶妙にね、これこれね、これここね、小指を押して、ここ、こういうことですね。はいはい。パタッ。あ、やばい。そうそうそう、でも一気にパタって引っ張るんですよ。そうそう、ギュッてやんないと。で、よくあるのが、こうパカッて。あー、なるほど。指に押さえちゃう、指に当たっちゃうっていう、押さえちゃうっていうね。そう、指に当たっちゃう。なるほど。これ何よ。確かに、確かに。そう、NG ですね。NG ですね、これ。よくね、ゴローンつって、バーン、ジュコー、片方しか、みたいな。これでも、今僕不思議だったんですけど、最初、もう決められてなくて、うん、渡されてから考えるんですよ。あ、そう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 。みんな高岩さんとかと一緒に。そうなんですか。そう、みんなで考えるの。そして、クロスして、はい、ジュコー。左、右手がこうですね。そうそうそう。はい、で、ジュコー。で、せーの。はい。うわ、むずい。はい、そうそうそう、パパで、上で、そう、角の上にね、はい、そう、はい、これ、なるほど。ちょっと一回、本物見せていいですか、ちょっといきますよ。はい、お願いします。それでは、変身まで3、2、1、お願いします。みんな、行くぞ。ジュコー、かっけー、はい、めっちゃかっこいい、かっこいい、やっぱキレが、今までのキレめちゃめちゃあります。あ、かっこいい。5秒前、4、3、2、高山先生、行くぞ。あー、泣いちゃった。あ、怖かった。これここでちょっと力入っちゃいますね。そう、しっかりここで。わかりました。はい、参りましょう。テイク2。はい、本番、用意、スタート。高山先生、行くぜ。中高はっ。あー、かっこいい、かっこいい。これ何ですか。かっこいい、かっこいい。嬉しい。なるほど、いいね、いいね。これ僕 B ファイターになれますか。令和版 B ファイターね。やった、いける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 。力を引き継いで。レッドルーじゃないんだよ、これ。レッド、ビートでいきたい、ビートで。いける、いける。じゃあちょっと、一緒に行きますか。ぜひお願いします、はい、それでは僭越ながらやらせていただきたいと思います。出たら邪魔ある、いくぜ、高谷パイセン。おう、重厚はこれいいんじゃない。めっちゃ良かったですね。嬉しい。ちょっと一回見てみたい。見よう見よう見よう。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。